はい、こんにちは。始まりました、ホトグリシです。今日はエアリスがドレスで登場するシーンの直後のセリフを解説していきたいと思います。こちらのセリフはどのドレスでも共通のセリフになっています。 Hey, wait a minute. Did Johnny forget to give you my message? The one asking me to stay put? No, I got it. I was worried about you. I'm starting to think this place is more dangerous than we thought. Who knows what they'll ask you to do in this audition? それよりエアリス、ジョニーの伝言は聞かなかったのか？待ってろってやつ？聞いたけど、心配だもん。ここは思っていたよりも危険なところらしい。オーディションで何をさせられるのかもわからない。まず Wait a minute、 こちらはちょっと待てということですね。 Forget to というのが使われていますが、これは何なんするのを忘れるになります。なので Did Johnny forget to give you my message というと、ジョニーは俺のメッセージをあなたに渡すのを忘れたのかという感じが直訳になります。何なんし忘れていたということですね。ちなみに forget ing という形も取れるんですが、こちらはなんなんしたことを忘れるになります。 2V と ing の区別はよく未来的過去的と言われるんですが、 2V は結局やってないことし忘れてたのでやってないんですね。 ing 動名詞の場合はかつてしたことを忘れるという感じで、したかしてないかで区別することもできます。こちらの the one はメッセージのことですね。 ask 人 to be というのは人が何々するように頼むという意味になるので、 stay put するように頼むメッセージのことって感じで聞いてます。 stay put の put はこちらは原型と形が一緒なので区別がつきにくいんですが、過去分詞になっています。直訳すると置かれた状態ということですね。で、置かれた状態のままステイする、置かれたままでいるということなので、 stay put というとじっとしているという意味になります。マムの店でじっとしてろってやつって感じで聞いているんですね。で、こちらの no と言っているのは、ジョニーは俺のメッセージを伝え忘れていたのかという質問に対する答えになります。 no と言って忘れてないと言っているんですね。 I got it と言っているのは受け取ったということです。 be worried about でナナのことが心配ということですね。 about は周りでモヤモヤしたイメージなんですが、気持ちのモヤモヤも表せるので、よく心配するという意味の熟語で使われます。 more 何々 than we thought、 比較級と than we thought とすると思ってたより何々という意味になります。この場所は思ってたより危険だって I'm starting to think、 思い始めたと言っているんですね。Who knows 何々とすると、誰が何々を知っているだろうか、いや誰も知らないという感じになります。 What they ask you to do in this audition、 このオーディションで奴らが何をエアリスにさせてくるか誰もわからないと言っているんですね。 Hey, wait a minute. Did Johnny forget to give you my message? The one asking me to stay put? No, I got it. I was worried about you.I'm starting to think this place is more dangerous than we thought. Who knows what they'll ask you to do in this audition? No way in hell I'll let you go in there by yourself. By myself? Oh, don't worry. I wasn't gonna. Come on, you'll see. See what, exactly? According to Madam M, you've caught the eye of a certain fabulous someone, and they'd like to meet in person. Huh? やはり、一人で行かせるわけには。一人？そんなつもりないよ。ほら、こっちこっち。どこへ行くつもりだ？私、マムからいいこと聞いたの。クラウドのこと、気になってる人がいるって。うん、No way in hell というと、なんなんするなんてありえないという意味になります。No way だけでもありえないという意味なんですが、in hell がつくとより強調された表現になります。レッド人 V とすると、人になんなんさせるという意味ですね。By yourself は一人でという意味なので、俺がエアリスを一人でそこに行かせるなんてありえないと言っています。 I wasn't gonna と言っているのは was not going to の短縮なので、そのつもりは最初からなかったと言っているんですね。 You'll see というのはこれからわかるよという感じです。 See what 何がわかるんだ。 Exactly は正確にという意味なので、正確には具体的には何がわかるんだという感じで聞いています。According to は、ナナによるとという意味ですね。Catch the eye of とすると、ナナの目に留まるという意味になります。You've caught the eye of a certain fabulous someone。
サーティンはあるという意味でしたね。ファビュラスは素敵なという意味になります。クラウドがある素敵な人物の目に留まったと言っています。 And they tried to meet in person. In person は直接という意味になります。直接直に会いたいって言ってるんだっていう感じですね。 No way in hell I'll let you go in there by yourself. By myself? Oh, don't worry, I wasn't gonna. Come on, you'll see. See what, exactly? According to Madam M, you've caught the eye of a certain fabulous someone, and they'd like to meet in person. Huh? はい、これで今回は終了です。また別のシーンも解説も作っていきたいと思うので、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。 Hey, wait a minute. Did Johnny forget to give you my message? The one asking me to stay put? No, I got it. I was worried about you. I'm starting to think this place is more dangerous than we thought. Who knows what they'll ask you to do in this audition? No way in hell I'll let you go in there by yourself.By myself? Oh, don't worry. I wasn't gonna. Come on, you'll see. See what, exactly? According to Madam M, you've caught the eye of a certain fabulous someone, and they'd like to meet in person. Huh? それよりエアリス、ジョニーの伝言は聞かなかったのか？待ってろってやつ？聞いたけど、心配だもん。ここは思っていたよりも危険なところらしい。オーディションで何をさせられるのかもわからない。やはり一人で行かせるわけには。一人？そんなつもりないよ。ほら、こっちこっち。どこへ行くつもりだ？私、マムからいいこと聞いたの。クラウドのこと気になってる人がいるって。うん？ここは彼女、僕とお茶しない？お花の注文は闘技場とミツバチの館宛てが多いわね。ファンが集まるのに多いよね。ああ、館のあの子に無料を積み込んじまった。愛人に2時間も待ったわね。くそ、カツバ、私も貸してくれねえ。努力を受けても面白いことない。まだまだ初心者レベル。ボトル入れちゃう。嫌いじゃないわ。変な話、無理言うな。チケット持ってないだろ。じゃあ着きましたぜ。ここがミツバチの館。俺は嫌いじゃないけど。努力賞ってとこかな。服に着られてる。まだまだ初心者レベルだ。夜の街に咲く可憐な花、いいね。